え、これ調べるとかできんの？丈夫そうな巾着の袋だ。機能的でしっかりしてるけど、ファッション性はゼロかな。めちゃめちゃ失礼なこと言うじゃん。どうも、あたまです。今日も一日お疲れ様です。今回もあつ森やっていきますかと、ということで、フレッシュマスカット28パート目やっていきたいと思います。皆さん、今日は何の日かわかりますでしょうか？そう、前回のね、動画を見てくださったらわかると思うんですけど、本日、大好きなパッチくんが引っ越してきております。早速会いに行っていきましょう。でね、結構ご近所さんなんだよね。で、あ、そう、ここのね、坂道を、一回撤去してね、また、坂道作ります。はい。そして、こちらですね。うわ、待って。もう家の外観めちゃめちゃ可愛いんだけど、本当に。私今日はね、ちょっとおめかししたんです。可愛いでしょ？ね。気合い入れてコーディネートしたんで、パッチくんにね、会いに行っていきたいと思います。わー、パステルカラーだ。可愛いね。いいね、この柔らかい感じの雰囲気。ね、パッチくん。たまくんいらっしゃい。最初から遊びに来てくれたの。そうだよ。パチくんの顔見に来たんだからね。今日はお片付けだけで一日が終わっちゃいそうだから、また明日来てくれるかな。当たり前だよ。毎日通っちゃうよ、もう。あんなに暇に住んでるんだから、これから毎日だって遊べるよ。嬉しいな。なのです、パッチくん、かわいい。本当にもう罪だよ、その可愛さは。待って、ちょっとパッチくんのお顔がちゃんと見えるようにしよう。おー、これの上にあれを乗せて、そこに置いたらかっこいいよね。でもちょっと邪魔かな。考えてる姿もかわいいでござるな、パッチくん。あれ、もしかして聞いてたの？えへへ、家具をどこに置こうかまだ決められてないんだ。なのでしゅ。かわいい。てかさ、なんかパッチくんがさ、着てる服、赤ちゃんの洋服に見えるんだけど。てかパッチくん、こんなお腹出てたっけ？じゃあね、パッチくん、これからよろしくね。頑張ってね、二ほどき。本当にかわいい。まあじゃあ早速ちょっとね、あそこの坂道から作っていきましょう。じゃあ、カタログから好きな坂を選んでね。ということで、これ、丸太の階段ですね。よし、ということで、設置しましょう。さて、じゃあ、ここに作っていきましょう。うん、完璧。てかね、もともとここにね、この丸太の階段作ってたんだけど、一回ね、石の階段にして、で、また結局ね、丸太の階段に戻すっていうね、とんだお金の無駄遣いだ、本当に。ということでね、明日にはね、もう完成していてほしいので、もう全額出してしまいます。よし。16万8000ベルお願いします。やったー！募金が目標の金額になったー！もうだからもう一生募金って言わないでほしい、もう。募金って言わないで、本当に。もう募金じゃないんだよ。完全に私が支払ってるから。あ、ルナちゃん。たまちゃん、ちゃお！今日も乗ってる？やんのか？相変わらずその口癖なんだね。ちょっとさ、これしずちゃんに相談しよっかな。じゃ、しずちゃん聞いてよ。もうさ、可愛いルナちゃんの口癖がおかしいの。本日はどのような相談でしょうか？冬眠について。あら、何かお困りでしょうか？なんとかして。どなたのことでお困りでしょうか？もうルナちゃんの口癖がおかしいんだよ。ルナさんのどんなことでお困りでしょうか？口癖が気になるの。まあ、ルナさんが良くない口癖を使いなんです。でも良くない、本当に。もう脅されてる感じがしちゃうんだよ。では、私の方から直接ルナさんに注意してしましょうか。優しくね。優しくしてね、本当に。ルナちゃんにね。じゃあお願いします。わかりました。すぐにルナさんに連絡して口癖を改めさせていただきますね。よし、これでね、ルナちゃんの口癖が治ってると思うからね。早速ちょっと様子を見に行っていきましょう。大丈夫かな？ルナちゃん。えへへ、今日も盛り上がっていこうね、普通に。あ、戻った、普通に。普通に戻ってる。よかった、もうさ、ルナちゃんはやんのか、ちょっとダメだよ。うん。とりあえずじゃあお話しよう。ちょっと聞いてよ、おむつちゃんのことなんだけどね。またおむつちゃん？最近あの子ってたば、はじめましての移住者って名乗ってるらしいの、やばくない？はじめましての移住者って名乗ってるんだ、おむつちゃんが。そんなイケてる呼び方、島の注目独り占めレベルじゃんね。超羨ましい、普通に。
おむつちゃん、話したことあるのかな、じゃあね。お、汗臭。お前最近タママって呼ばれてるみたいじゃん。いいなそれ。なあなあ、おいらもタママって呼んでいいか、やんのか。ほらね、みんな汗臭がやんのかって言うから、これがルナちゃんもね真似しちゃったんだよ。でちなみにタママって私のこと呼んでるのはね、ドレミちゃんなんだよね。ドレミちゃんが私にあだ名つけてくれたの。そう、いいよもちろん。やったー、サンキュータママ。うおー、嬉しいね。なんかさ、あだ名で呼ばれるのめちゃめちゃ嬉しいよね。何飲んでんのそれ。ファンタ？ファンタ？ファンタオレンジじゃない？あれ、なんか落とし物あんじゃん。落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。え、これ調べるとかできんの？丈夫そうな巾着の袋だ。機能的でしっかりしてるけど、ファッション性はゼロかな。めちゃめちゃ失礼なこと言うじゃん。めちゃめちゃ失礼なこと言うじゃん。あ、ちなみにね、これ視聴者様からいただいたお花をね、こうやって、咲かせてます。そしてね、ほら、黒のバラとかさ、オレンジのユリとかね、咲いたんだよね。うん、ありがとうございます。待って、落とし物届けよう。待って。なんて言ってたっけ、ファッション性がないって言ってたっけ。誰だろう、キングくんとかかな。失礼だな、これで連想するの。本当にヨータマだろが。これ拾ったんだけど、んー、どんなやつだ。だろが、めっちゃすごい面白い顔してたな。いやでもこれ本当にキングくんだったら面白いよね。どうぞ。あ、こいつは俺の巾着が。ごめんね、キングくん。ごめんね。ファッション性のない、そのワードでキングくんって思っちゃったん。ごめん。でもそれは内緒にしておこう。わざわざ届けてくれるとは、恩に着るぜ。あ、そうだ。面白い。パジャマワンピだ。それほど悪いもんじゃねえだろ、だろが。ありがとう。パジャマワンピさ、私茶色いの持ってるけど、これはどうなんだろう。あ、茶色だ。まあ、でもありがとね。ありがとう。ジュンくん何やってんの？僕の心の声が届いたのかな？待ってたよ、タマくん。やめろ、やめろ。心に矢が刺さる音が聞こえてしまうじゃないか。やめてくれ。とりあえずお話ししよう。よし、今日はジュンの生い立ちを語る。え、また今度でいいって？鼻がち、いや、気になっちゃうな。ジュンくんの生い立ちちょっと気になっちゃうけど。まあ、でもね、いいよ、ヨガ続けて。ね、うん。ねえ、かわいいんだから、ほんとに。なんなの？もう、やめてよ、ほんとに。それでね、今回やっていくことなんだけど、まあ、ここにね、ちょっとした住宅街みたいなものを作ってて、で、ここにね、空きスペースがあるんだよね。だからね、この空きスペースをうまく活用して、なんかちょっとね、いい感じのスポットをね、作っていきたいと思います。で、今回、島クリエイターを使っていきます。で、今回この河川工事ライセンス使うんですけど、私の島ね、今ね、池がね、どこにもないんだよ。だからちょっとね、この辺にさ、池作ろうかなと思って。あー、間違えた、間違えた、間違えた。なんかさ、難しくない？島クリエイターって。ね、エイム難しいよね、これ。いや、池がないとさ、池で釣れる魚も釣れないからね。ちゃんと池作らないとなと思って。じゃあ、ここも、丸みを出そう。あ、いいじゃん。え、なんかさ、住宅街にさ、ちょこんって池があるのめっちゃ良くない？そしたら丸太のスツールをこの辺に置いて、じゃあロッドスタンドをね、置こう。よし、これで池でね、釣りができるスポットができました。ここにね、こうやって腰掛けて、こうやって釣りするんですよ。いいじゃないですか。いいじゃないですかね。うん。これ置こう。緑の落ち葉。これ有能じゃん？これね。お、めっちゃ雰囲気。え、もうそれらしい雰囲気あるね。え、これいいじゃん。じゃあ、ここが釣り堀だから、この斜めの道しるべを、これもうちょい手前。あ、いいね。いいじゃん！え、めっちゃ良くない？よーし。いい感じでござるな。こんなのも作ってみたんだよね。これをなんかさ、適当にこの辺に置いてたらさ、あ、さらになんか自然っぽさが出るね。お、めちゃめちゃ好き。なんかちょっとしたスポットだけどさ、私このスポット好きだわ。うん。ここはね、ちょっと、この木の道の、床を引きましょう。よし、こんな感じかな。そしたらね、このフォーチュンクッキーワゴンとかね、これさ、ずっと前から買ってて、で、置く場所迷ってたんだけど、これなんかここら辺に置いたら良くない？え？このワゴンもさ、タイヤ見て、回るんだけどちゃんと。しっかり作られてるね。そして、あとね、自動販売機。
これも置きましょう。こんな感じかな。で、この間に、これめっちゃ合うと思うんだよね。キャスターペール。これ実はゴミ箱です。この辺適当にさ、樽とか置いてみる？樽。それか、奥。この辺にしとこう。この辺になんかちょっとね、忍ばせよう。あと、ここちょっと寂しいよな。やっぱ柵持ってくるか？なんかいい感じの。何がいいかな？そしたらちょっとね、丸太の杭をね、作ってきたので、これを置こうかな。あ、いいね。よし、こんな感じでいいんじゃない？丸太のベンチ。これも飾ろうかなと思って。ど真ん中に飾っちゃおうかな、こんな感じで。で、通れなくもないしね。ここはね、こんな感じでいいかな。うん。わあ、めっちゃいいじゃん。私この空間好きかもしれない。めっちゃ好きだわ。うん、好きだわ。好きだ！好き！このマンホール。これをね、茶色くリメイクしたんだよ。あ、いいじゃん。あ、これ良くない？なんかちょっとこの錆びた感じね。錆びてんのかわかんないけど。あ、いい。このマンホールめっちゃいいじゃん。よし、いい感じだ。そしたらなんかこのさ、上から見た感じ、下になんか作りたいな。ここなんかさ、とりあえずさ、お花植えてたんだけど、なんかここにも池っぽいの作ったらいいんじゃないかな。あおーい。マジか。けどね、そういう時のためにね、ここにね、替えを置いてあるんですよ。マジでこの便利。本当にね、ここのね、場所便利だからみんなもね、作ってみたらね、いいと思うんだよね。そしたらここにちょっとね、池を作りたいと思います。またね。それかさ、ただ池作るんじゃなくて、滝にしよっかな。この下に池を掘るっていう感じにしようかな。こんな感じでどうだろう。こんな感じの、なんか、中途半端なハートみたいな形になっちゃった。特に意識はしてなかったけど。こんな感じ？お、いいじゃん。お、いいじゃん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 。いいね。上から見た感じ、こんな感じ。あ、めっちゃいい。あ、好き。うわ、好きだな。私、こういうところ、めちゃめちゃ好きだ。眺めも良くてさ、自然が溢れててさ、え、良くない？ということでね、ちょっとなんかここの雰囲気に合うかなと思って、お洋服もね、着替えてきました。私やっぱね、髪型なんだかんだね、三つ編みが好きだな。一番三つ編みが好きかもしれない、動物の森の髪型でね。うん。ということで、どう？みんな。なんかさ、結構ぶっつけ本番的な感じで作ってみたけど、なんかすごいね、思ったよりもね、いい感じの場所が作れたと思っちゃう自分でも。いいね。はい。ということで今日の動画は以上です。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。SNS は Twitter と Instagram やってますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。また、前デザインのね、作者 ID はね、概要欄に貼ってありますので、よかったらね、今まで投稿してある前デザイン保存してみてください。では、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。